日産は欧州市場の新型小型商用車で NV250 と ENV200 の後継モデルタウンスターを公開しました NV250 の後継モデル登場日産は欧州市場の新型の小型商用車 LCV 戦略の一環としてタウンスターを公開したタウンスターは事業構造改革 日産ネクストに基づいて導入される最新のモデルで NV250 と ENV200 の後継モデルとして欧州市場に投入される。また、同市場では NV400 と NV300 の後継モデルとしてインタースターとプリマスターも今後導入予定という。今回発表された新型タウンスターには EV とガソリン車があり、共に バンとワゴンの設定がある EV モデルは 44kWh のバッテリーを搭載し最新のエネルギーマネジメントシステムとバッテリー冷却システムを組み合わせ航続距離 285kmWLTP 複合サイクルを前提とした車内測定値最大トルク 25.0kgm を実現ガソリン車は現行の排出ガス規制であるユーロ 6D に 適合した1.3リットルエンジンを搭載し、最高出力 130PS、最大トルク 24.5kg、M を発揮。デザインに和のテイスト。新型、タウンスターは、アライアンス CMF-C プラットフォームをベースに、品質と機能性を徹底的に追求。欧州で販売される車種として、初めて、 日産の新しいブランドロゴを採用した EV モデルには特徴的な LED、ヘッドランプや組み込模様と斬新な V モーションデザインが組み合わされ、空力に優れたフロントシールドなどアリアのエクステリアの要素が受け継がれているというガソリン車は折り模様のグリルを採用することでシャープでダイナミックな印象となった。 フロントのエアカーテンはフロントバンパーや前輪周りの空気の流れを最適化し空気抵抗を低減することで燃費を向上させるワゴンの室内空間は洗練されたシートやドアトリム、モダンなセンターコンソールやインストルメントパネルを採用し快適な乗車体験を提供。バンは多機能で便利な加湿が特徴。最大点九平方メートルの加湿スペースと 可動式のパーティションを備え、木製パレット、ユーロパレット2つと8 0 0ラムの荷物を運ぶことができる。また、最大で1 5 0 0ラムの牽引能力を備え、パワートレインによる。加湿スペースには、荷下ろしを容易にする大型のスライドドアや、オフィスツールを収納する専用スペースも設定。さらに、トレーラースウェイコントロール、インテリジェントエマージェンシーブレーキ、歩行者、 自転車検知、ジャンクションアシスト付き、プロパイロットパーキング、EV モデルのみ、インテリジェントクルーズコントロール、ガソリン車のみ、プロパイロット、EV モデルのみ、を搭載するなど、安全装備と先進運転支援機能を20種類以上搭載。全ラインナップに Apple CarPlay や Android Auto、ワイヤレス充電などの便利なコネクテッド技術を搭載。EV モデルには、 さらなるコネクテッドサービスを導入する予定という。